ペナイコダレダは、絵本作家、セナケイコ作の絵本。初版は1969年。以来、順調に版を重ね、2015年で累計売り上げ268万部を記録している。現在も福音館書店から発売中のロングセラー絵本である。夜遅くまで起きていると、表紙にも描かれている、お化けが子供をさらいに来て、空の彼方まで連れて飛んでいってしまう。 絵はすべて、ちぎり絵で表現され、それが、独特のタッチを醸し出している。少々怖い結末で終わる話だが、絵柄の妙とも、相まって不思議な独語感を植え付けられる作品である。夜遅くまで起きている子供を寝かしつけるための、しつけのための本と位置づけられやすい絵本であるが、作者自身は2016年に刊行された辞書で、しつけのために書いた本ではなく、怖いけど、かわいい。 息子が友達になれるお化けを描いてみようという気持ちだったと明かしている。作者のセナは幼少時、しつけ絵本の性格を持つ、もじゃもじゃペーターに親しんでいた。当初日本語訳は出版されていなかったが、後に日本語訳が出版されると暗唱できるようになるほど熟読した。後に結婚し子供が生まれたセナが、当時3歳の息子のため、 ビッグブルーナの絵本の続編として自作した絵本を、福音館書店の編集者に見せたところ、もっと作るようにと励まされる。この時代、子供向けの絵本には、静かな雰囲気のものが多かったが、現実の子供はダダをこね、喧嘩もするのだから、そういった子供を出した方が、子供の共感を得られるのではないか、と考えたセナは、嫌だ嫌だの絵本として4冊の絵本を書いた。 寝ない子誰だ,だはその四節目にあたる。本作の特徴となっているお化けは、ゲゲゲの鬼太郎に熱中する息子に喜ばれるものを、と考えて登場させたものである。こうして作られた、嫌だ嫌だの絵本は1969年に出版された。21世紀を迎えて、同書は新たな展開を見せた。2003年には、セナケイコビデオ絵本シリーズとして、 同書を原作とした DVD が発売されたほか、翌年には英語版の書籍も出版された。また双葉チャンネルでは夜になってもなかなか寝ようとしない掲示板住民たちを牽制、揶揄する意味でこの絵本の表紙に描かれているお化けのキャラクターを用いたコラージュ画像がアップロードされた。それを見て面白がった他のユーザーが一斉にこのお化けを題材にした。 コラージュパロディ画像を作成し始め、ウェブ上では、双葉チャンネル発の一大ムーブメントにまで発展した。また、そこで、アップロードされた画像を収めた保管庫なども存在する。企画、当版、ミリオンブック2015年版。2015年2月現在、1950から1960年代に、刊行されたミリオンブック、当版。 2016年8月22日閲覧。寝ない子は私名作絵本。寝ない子誰だの意外な真実子供の世界は綺麗事。だけじゃない東洋経済オンライン2016年8月20日。ベストセラー絵本作家瀬名恵子。寝ない子は私観光記念インタビュー文芸春秋。YouTube2016 年7月18日。AB 藤井。絵本作家のアトリエ44瀬名ケ子さん。 母の友第695号、福音館、書店、2011年4月、36から43ページ。寝ないこだれだ2015年11月21日、閲覧、ありがとうございます。